はい、皆さんこんにちは。ワンダリングのフィッシュです。では今回はスプリムルーラー2020の続きをプレイしていきたいと思います。で、前回はですね、韓国内に補給拠点を作ってですね、いよいよ北朝鮮との対決に向けて準備を整えていたというところまでお届けをしました。で、今回はその続きになります。で、今回からはですね、海上戦力、海軍ですね、駆逐艦戦力を北朝鮮の方に接近させていきます。で、合わせてですね、前回移動させてきている戦車部隊ですね、数としては今3部隊、用意してますので、この3部隊をね、まずは前線に投入していくというところになります。で、さらに数は増やしていきましょう。増強させていきます。で、ある程度数が揃ったらですね、続けて空軍の戦力も投入していきたいなというふうには思っています。で、ちょっとね、この駆逐艦を変なところに移動させちゃったので、駆逐艦を戻しましょう。で、バリ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 動かしていかないと、少しずつね、戦力が整ってきてはいますんで、韓国に美味しいところを全部持ってかれる前に、平壌がね、もう近くまで来てますからね。平壌の部隊を最後に撃破するのは日本軍であってほしい。で、輸送船が仁川ですね、前回から大活躍の仁川に向けていきましょう。で、新規生産が可能というのは海軍基地スロットが空いてるんだな。であれば、海軍のユニットを作っていきましょう。で、何作っていくかなんですが、どうしようかな。クレン。まあ、輸送艦かな。今作ってるのは輸送艦。生産するんだったら何を生産するかですよね。まあ、ヘリ空母、ヒューガは一隻作るにせよだ。お金がね、ちょっとなくなってきてるんで、輸送艦を作って陸軍運用をメインに据えますか。で、大隅を作っていきたいので、大隅をじゃあ3隻さらに建造しましょう。いよいよね、お金がどんどん不足してきているので、さっさとケリをつけたいなぁと。これロシアが韓国軍と先端開いてるな。ロシアと日本も戦う羽目になるぞ。そうなると、なんといってもね、韓国とは相互防衛同盟結んでいる関係があるんで、なんともな感じにはなっちゃいますけど、しょうがないよね、そうなってる以上は。
前線に部隊を送り込む恐怖もあるからな。さて、待機中の部隊が増えてきているんで、これらの部隊を前線に送っていきましょう。基本は海上輸送にせざるを得ないので、まあ、海上輸送でいいかなとは思うんですが。本当にね、もたもたしてると何もしないまま無駄に燃料だけ使って戦争が終わってしまうんで、どうにもならないですもんね。で、韓国軍と北朝鮮軍は未だ戦争中だね。だから北朝鮮の方も韓国の方もだいぶすり減ってきてるんで、今が本当にね、先端を開く好機ではあるはずなんですよ。で、そのためには今駆逐艦を集めてきているんで、この駆逐艦戦力ですよね。まずはで、今輸送艦の数なんですが、輸送艦は今何をしているかというと、せこせこ動いてはいる。対戦部隊を乗せているのに帰ろうとしている。いや、帰っちゃダメだよ。こっちに来て戦争に参加してもらわないといけないんで、来てもらいます。で、他にも輸送船、遊んでる輸送船がいないかどうか確認していきましょう。つどつどね、ちょっと見ていかなきゃいけないっていう面倒はありますね、これ。さあ、そしたらじゃあいよいよ我々も進軍を開始していきますか。少し ものすごくゆっくり動いてるけど、ちょっと待ってね。今先端が開かれていて、少し速度を遅くして、まずはここの部隊をみんなで叩きましょう。で、並行してついに空軍もユニットを展開していきます。まずは偵察機を何機か飛ばしましょう。で、さらに予備ユニットから攻撃機系ですね、これも一斉に。ヘリはとりあえずいいかな。ヘリはいいので、戦闘機系は一旦配備していこう。で、配備した戦闘機は早速飛ばします。
まあ、ピョンヤン上空を飛ばしましょうか。早速ね。さあ、これでいよいよじゃあ戦争が始まります。ちょっと速度を落として見ていきましょう。おお、日本軍の戦闘機が飛んでってるね。これ陸軍も動きを合わせた方がいいよね。ちょっと一旦時間止めますね。戦闘機の動きが速すぎるので。で、また始めていきます。ちょっと重くなってるかな。パソコンのスペック的な問題ですかね。おお、駆逐艦からもバンバンミサイルが飛んでるね。さあ、ただちょっと数的には足りない感じかな。もうちょっと戦力が欲しかったかな。こうやって見るとね、まあ一定の成果を上げたとは思うんですが。さあ、では第2陣、第3陣と用意していきますか。しっかり前線に存在感を示してるんで、まあ、問題はないでしょう。じゃあこの状態を維持したまま、他のユニットたちの動きを確認していきます。今どこにいる？ちょっと時間がかかりすぎるな。そしたらこのマッシュで読み方合ってるかな。この部隊に関しては、着岸先を少し変えちゃいましょう。どこに着岸するのがいいかだよな。いや、でも着岸するとこないね、北側には。北側には一切着岸ポイントがないので、まずは、どうしようかな。輸送船の場所を確認していく。輸送船何も乗せてないかな。乗せてはいるね。乗せてるんだったら変なとこに行かずに、いつもの場所、インチョンに上陸してもらおう。今ちょっとね、陸軍の部隊数が足りてないんで、陸軍の部隊が欲しいですからね。
まあ、日本軍もね、今の戦いで戦闘機と戦車何隻か失いましたからね。間違いなく。そしたらさらに戦闘艦、何隻か出しましょうか。ミサイルがそれなりに載せられる大きさのものがいいんで、巡視船は論外ですよね。となると駆逐艦なんですが、高波級だとミサイルの大きさがそれほど大きいのは載せられないか。旗風級2隻、これをちょっと出しますか。旗風級を。お、北朝鮮に向けて韓国がさらに前線に出してますね、ユニットを。さあ、高風にはミサイルが積み込まれたら、そのまま前線に駆逐艦部隊と合流してもらいます。これでもアメリカ軍とか何やってんだろうね。本当何にもしてくれてない気するんだけど。で、上空警戒している偵察機は、偵察の範囲を、空中警戒範囲を少し変えましょう。いや、韓国軍ほどね、質はともかく量が出せないので、我々はね、まあ、偵察機くらいを飛ばしましょう、平壌の上空で。今展開している戦車部隊は、まあ、一部損傷しているのも合わせて5部隊ですね。で、飛行機は F-15 が1機だけになっちゃったな。何機か撃墜されてしまってますね。で、彼らもミサイルを撃ち尽くしているんで、もう、艦砲射撃をするぐらいしかできないわけだな。なんとかね、ここの拠点を確保したいよな。もう平壌にね、だいぶ迫ってますからね、味方の部隊も。で、味方の輸送船はどこまで来ているかというと、輸送船は足がちょっと遅いかな。輸送船がね、届いてくれれば部隊の増強ができるんですけどね。ヘリ部隊をちょっと飛ばしてみるかとかかな。まあ、ヘリを本当に飛ばしていいのかっていう疑問はあるんですけどね。結構ね、今回の一連の戦いで空軍もだいぶへばっている部分はへばっているんで、攻撃ヘリがあれば攻撃ヘリを出してもいいんだけどな。まあ、輸送ヘリ系ばっかだよね。
陸軍はどうなっているかというと、展開状況を確認しましょうか。そうか、ちょっとじゃあ輸送機、いやーでもなー、結局輸送機で、輸送艦じゃなくて、輸送機で飛ばせるのかって話なんですよね、その今持ってる輸送機で。531トンとか300トンとしか乗せられない輸送機で、戦車部隊は運べないんですよね、結局。結局そこなんだよな、今だとね。どうしても前線に欲しいのは硬い装甲化された部隊が欲しいので、装甲化されてないとね、さすがにヘニャヘニャっとされてしまうんで。この辺の操作感はもうちょっとなんかね、慣れてくればうまく操作ができるとかあればいいんですけどね。今だとちょっとね、慣れていないせいもあってか、少し操作がおぼつかなくて申し訳ないなというところなんですが。さあ、ではちょっと戦場の方を見ておきましょう。じゃあ日本軍としては進路を少し変えますか？国軍の、ね、側面支援という意味でも。さあ、ペルーから指令が来てますね。まあ、航空支援っていうほどの航空支援ではないですけど、しっかり偵察機は上空を飛ばしてるんで、圧迫はしてるはずですよね。さあ、あとは輸送艦がそろそろついてくれても良さそうな頃だけど。いや、またどっか行こうとしてるな。いや、帰っちゃダメよ、帰っちゃ。入らないで。ちょっとここら辺は補給が滞ってきてる感じがありますね。後続の部隊が入ってきてくれないと戦いがちょっと不利になるかな。そういう意味でもね、後続の部隊が待たれるんですが、今どこまで来てるかというと、もうすぐ港に入ってくれるね。これで港にさえ入ってくれればだいぶ楽になりますね。ここでね、航空支援があると全然違うんですけどね。ちょっとそれが残念ですね。
北朝鮮領もね、だいぶ侵食を受けていて、きつそうな感じはするけどね、見ている限りでは。さあ、では元気な部隊を前線に送りましょう。平壌をだいぶ包囲してきたね。これ韓国が朝鮮半島を統一するのも時間の問題だな。なんかなんとかね、ちょっとでも便乗したいですよね、我々としても。あとはもう平壌だけだね。お金もボロボロになってるんで、ここいらでちょっとね、戦争を終わらせたい気もするんだけど。じゃあここで虎の子の空母を出しますか。ついに空母に乗せる攻撃ヘリですね。はちょっと傷ついた戦闘機群は一旦修理に出した方がいいよね。普通にね、修理に送りましょう。空軍の基地をちょっと探して送りましょうか。で、今ヒューガがいたよね、どっかに。あ、いたいた、ヒューガがいたね。ヒューガにじゃあ攻撃ヘリを乗せたら北朝鮮に向かいましょう。再び
北朝鮮軍はでも、もうほとんど戦力持ってないよな、こうやってみるとね。となると今のうちに北朝鮮領を少しでも侵食しておくっていうのはいい手だよな。でこの後の情勢を睨んで中国と接近しておきましょう。まあまかり間違って中国がね、なんか落ち狂って戦争を仕掛けてくるとかってことになっても、今だとちょっとこの情勢下で中国軍と戦う余力はないので、続いてまたいつものじゃあ空軍と海軍ですね、輸送艦たちの動きを確認しておきましょう。すぐサボり出すからね。まあ大変なところ行ってんな。まあしょうがないね、こいつは何かやりたいことがあるんだろう。しょうがない、任せましょう。で今みんな輸送船は空だな。新しい部隊を前線に送ってあげられないんだな。歩兵部隊を送ってなんかね、こうミンチにされてもかわいそうなんでね。何、中国が自由貿易を結ぶのに金を要求してくるか。まあ、ただね、さっき言ったように中国と今音を構えたくないのでしょうがないですね。うわ、ミサイル撃ってきやがった。これはちょっと分が悪いな。うわ、撃沈されたし間に合わなかったな。旗風が一隻撃沈されたけど、こっちにはもう近づかない方がいいね。とにかくピョンヤンだな。ピョンヤン、ピョンヤンを落とすっていうのに専念した方が良さそうですね。続いてじゃあ攻撃ヘリをどこに出すかっていうのをね、ちょっと考えていきたいと思いますが、時間が長くなってきましたので一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。